はーい、どもれいです。今回ですね、こちらの絆決戦 vs ペローナの星10の事前編成の方を紹介していこうと思います。で、まあ今回はね、全属性一編成で攻略できる編成になっていまして、フレンド船長はバオファンを使った、編成になっていますので、ぜひともね、コインたくさんゲットしたい、チケットたくさんゲットしたい、そして楽に周回したいって方はぜひとも参考にしてみてください。ということで早速やっていきましょう。はい、ということでね、編成はこんな感じになっているんですけど、まずは即属性編から見ていきましょう。バトル2の方で一定以上のダメージ軽減が3ターンとダメージ軽減が5ターンきますよという、ギミックなんですが、ここはですね、まずこちらの、ハンコクを、必殺使っていただければ一定以上ダメージ軽減5ターン剥がせますので、まあ、これで一定以上ダメージ軽減を剥がしていきましょう。で、ダメージ軽減が5ターン来ると思うんですけど、まあこれはね、ブラックマリアの方で5ターン剥がすことができますので、まあこれで5ターン剥がしつつ、属性相性強化をかけていく。で、歌の方を必殺使っていただいて、攻撃とスロット影響を上昇させていただきますという形でやっていこうかなと思ってます。まあこれで十分火力も出ると思いますし、バトル2の方も、サクサクいけるのではないかなと思ってます。で、ボス戦では、状態上無効が98ターンと属性スロットランダム変換で、ヒサターン巻き戻しが1ターンの攻撃ダウンが5ターンで、ワスロットバリア1タップ、2ターンとで、ボスのレベル31から高度変化がありまして、ヒサターン巻き戻しがプラス1ターンの攻撃ダウンがプラス1ターン、そしてしびれが5ターンといった形になってます。まずヒサターン巻き戻し、まあ、31から2ターンになると思うんですけど、2ターンと、しびれが5ターン来ると思うんですけど、まあ、それはこちらのね、歌の船長効果の方でどちらとも10ターンずつ解除できますので、まあ、これで解除していこうかなとは思ってます。で、攻撃ダウンに関しましては、まあ、こちらのね、白星&マンシェリーの必殺を使っていただければ、状態異常アイコンを選択して2つまで、状態異常を10ターン回復できるという効果を持っていますので、まあこれはね、攻撃ダウンが、状態アイコンで出てきますので、まあそれを、10ターン分解除していくという形でやっていただければ大丈夫かなとは思ってます。うん。で、ワスロットバリアに関しましては、まあそうですね、バオファンの必殺使っていただいて地スロットにして、船長効果の方で、ワスロット変換っていう効果を持っていますので、バオファンの必殺使うのでもいいですし、まあこちらに日和を入れていますので、日和の必殺ザで、お邪魔ソット含むすべてのソットをワスロット変換という効果を持っていますので、まあ、これで変換させてワスロットにして、タップしていただければ、まあ、十分火力は、出るのではないかなとは思ってます。うん。まあ、それでやっていただいてもいいですし、はい、属性スロットランダム変換というのも、まあすべてワスロットに変換できると思いますので、ギミック的にも、解除できるのではないかなとは思ってます。で、あとは、歌の必殺使っていただいているので、攻撃とかスロット影響上がっていますし、まあ、あとバオファンの方で基礎攻撃力上昇だったかなっていうのも上がりますし、まあ、十分火力も出るのかなとは。まあ、歌はどっちかというと第1バトルで使っていただいて、この第1バトル、第2バトル、第3バトルでね、火力がどんどん上がっていきますので、まあ、それで火力を上げていった方がいいのかなとは思いますので、第1バトルで使っちゃっても問題ないかなとは思ってます。はい、ということで続いては心属性の方を見ていきましょう。バトル2の方でダメージ軽減が3ターンと残り体力1シャル効果が5ターンという効果を持っているんですけど、ダメージ軽減に関しましては先ほどのね、ブラックマリアと同じで、5ターン剥がすことができますので、まあ、これでダメージ軽減を剥がしていきましょう。で、属性相性強化もかかりますし、で、一定以上ダメージ軽減に関しましては、違いましたね、残り体力1シャル効果に関しましては、まあ、こちらのハンコクを入れていますので、まあ、ハンコクでね、こちらも5ターン剥がすことができますので、まあ、これでギミックを剥がしていきましょう。で、あとは、歌のね、必殺技を第1バトルで使っていただければ同じくね、火力がどんどん上がっていきますので、十分火力も出てくれるのではないかなとは思ってます。で、ボス戦では状態上無効が98ターン、フリスロット変換で、しびれが5ターンのダメージ無効が1ターンで、ヒサターン使用回数制限が2回の1ターンと、で、ボスのレベル31から高度変化がありまして、しびれが1ターンのダメージ無効、ターン追加がプラス1ターンの左列封じが8ターンですねっていうのが来るんですけど、まあここに関しましては、
まあ、まずフリスロット変換と、封じに関しましてはこちらの、日和の方でどちらともねお邪魔スロット変換をフリスロット変換をすべて和スロットに変換できますし、封じの方も7ターン解除できますので7ターン解除して残り1ターンを能力解放で解除していくっていう方法で、全然問題ないかなとは思ってます。で、しびれに関しましては歌の戦長効果の方で、完全解除できますので、まあ、これで解除していきましょう。で、ダメージ無効に関しましてはバオファンの必殺技で2ターン剥がすことができますので、まあ、バオファンの必殺使っていただければ解除できるのではないかなとは思ってます。であとは、必殺使用回数制限が2回の、が1ターン、ギミが来るんですけど、まあ、これに関しましては同じくね白星&マンションの必殺使っていただければ状態異常アイコンをね、解除することができますので、まあ、これで、必殺制限回数も解除していくといった形でやっていただければ、ギミックとしては全て解除できるのではないかなとは思ってます。で同じくね、歌の方で、攻撃とかスロット影響上がっていますし、まあ、バオファンの方で鬼頭勇力も上がっていますので、まあ、十分火力は出てくれると思いますので、まあ、これでサクサクとプレイしていこうかなとは思ってます。はい、ということで続いては和族戦の方を見ていきましょう。バトル2の方でフリスロット変換、戦長効果無効が7ターン、で、必殺封じが4ターンといった形になってます。まずですね、戦長効果無効に関しましては、こちらの日和の、必殺使っていただければ、7ターン解除できますので、まあ、これで解除していきましょう。で、ワスロット変換もできますので、フリスロットもワスロットに変換できます。で、スロットを一旦固定っていう効果を持っていますので、ボス戦に行ってもワスロットの状態でいけるのではないかなとは思ってます。で必殺封じに関しましてはこちらの、ブラックマリアの必殺を使っていただければ、5ターン、解除することができますので、まあ、これで5ターン解除しつつ、やっていただければ、大丈夫かなと。で同じく、歌のね必殺をバトル1から使っていただければ火力的にも問題なくいけると思いますので、まあ、これで、火力を、マシマシの状態でやっていただければ、バトル2の方も全然攻略できるのではないかなとは思ってます。で続いてボス戦なんですけど、状態異常無効が98ターンのお邪魔スロット変換、上段左、中段右、下段左封じが8ターン、で攻撃弾が5ターンですね。でボスのレベル31から行動変化がありまして、封じがプラス1ターンの攻撃弾がプラス1ターン、でダメージ無効が1ターンと。でボスのレベル31からスロット変換の膝割り込み効果で、追加効果が発生しまして超お邪魔スロット変換という効果が来るんですけど、これに関しましては日和の膝座でワスロット変換になっていますので、まあ、超お邪魔スロット変換が来ても、変換対象にならないという形にはなっています。で、そうですね、まず、まあ、お邪魔スロット変換も同じくですねワスロット変換になってますので効かないと。で攻撃弾に関しましては同じくねこの白星&マンシェリーの必殺を使っていただければ、状態上アイコンで、解除することができますので問題ないです。で、封じに関しましてはこちらの、ハンコックを使っていただければ5ターン解除できますよと。で能力解放の方でプラス3ターン解除して8ターンになりますと。で、31から、行動変化でプラス1ターンになってしまうので、プラス1ターンの場合はこちらのライズを入れていただければ大丈夫かなと。封じが来れば一旦解除することができますので、まあ、これで解除して、9ターン解除していこうかなとは思ってます。まあ、なのでボスのレベル31まではね、ライズを入れてなくても、攻略可能ですので、ライズを持ってない方は31までは、これで攻略しても問題ないのではないかなとは思ってます。まあ、ということでね、まあ、これで同じく歌の火力で、倒していくという形でやっていただければ、十分火力も出ると思いますので、やってみてください。でもう一つね編成を考えているんですけど、これ2パターン目なんですけど、まあ、こちらの、やつとですね、あ、入れてなかった、まあ、ここに、チョッパーですね、チョッパーですね、チョッパーチョッパーを入れていただき、でチョッパーのところにはチョッパーのところには猫ですね、猫を入れていただければ、まあ、これでも同じく攻略できますと。
いう形ですかね。まあ、どちらかというとこちらの方が火力が出ると思いますので、まあ、これの方がいいのかなと。でもその分、技属性のキャラがいなくなりますので、まあ、その分ちょっとね、即属性編の火力は落ちるかもしれないんですけど、まあチョッパーを使っていただければ、まあ、属性相性強化もかけれますし、耐性下げもできますので、火力的にはこちらの方が出るのではないかなとは思ってます。うん、まあ、同じやり方ですかね、こちらも。まあ、チョッパーの場合は、バトル2の方で、即属性の場合はバトル2の方で必殺使っていただいて、では、心属性編の方は、ボス戦ですかね。で、技属性編の方は、バトル2の方で使っていただければ大丈夫かなと思ってます。うん。っていう感じですかね。はい。で、ワスロット変換に関しましてはバオファンでできますので、日和がいなくても問題ないのではないかなとは思ってます。はい、ということで今回はね、絆決戦 VS ペローナの星10の方ね、の自然編成の方を紹介させていただいたんですけど、まあ、編成としては2パターンね、用意させていただきまして、まあ、日和の方が、全体的な火力は出しやすいかなっていう感じですかね。うん。まあ、ですが、ちょっと即属性の火力落ちてもいいのであれば、チョッパーを入れて属性相性強化を 2.5 倍とか、まあ、2.25 倍、そして耐性作業した方が、他のところはね、火力出しやすいのではないかなと思いますので、まあ、どちらかね、選ぶかは、皆さんにお任せしようかなとは思ってます。まあ、編成難易度としては日和の方がいいのかなと。まあ、日和に関しましては今ね、メダル交換所で交換もできますし、雷蔵もね、メダル交換所で交換できますので、編成難易度としては日和の方が、編成しやすいのではないかなとは思ってます。まあ、ということで今回はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。参考になっていた方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。